高され。はい、WBC について、はい、日本がイタリアにも快勝して、はい、はい、準決勝進出を決めたと。はい、おめでとうございます。で、はい、アメリカへ渡ったと。はい。で、ここから、準決勝、まあ、勝てば決勝と進むわけなんですけども、まあ、早速なんですけど、ここ、準決勝と決勝とあって、まあ、優勝へのキーポイントっていうのを、江川さんはどういうふうに考えているかなと。はい。まあ、一番の、そうですね、課題というか、思ってたのは、ちょっと当たりの出ていなかった村上さんを、イタリア戦まで4番で行くのかなと僕は思ってたんですけど、まあ、思い切って、吉田さんと変えて、村上さんを4番から、5番にしたんですよね。ということが一番大きいでしょうね。まあその結果9対3でしたけど、それが良かって9対3になったのか、そのままにしてても9対3だったのかは分かりません。これは分からないんですけど、まあ、イタリア戦の場合はイタリア打線を、まあ僕らはピッチャー出身ですからピッチャーとして見て、岡本さんがホームラン、スリーランを出た瞬間に、まあ僕らはイタリア打線を日本のピッチャーのレベルで見たときに3点以上イタリアが取れるかどうかっていう考え方をするわけですね。で、それを見たときにイタリアのまあ長距離ヒッターっていうのは大体4番と5番の2人だけでしたかね。あと割とアベレージヒッターが揃ってて、日本のピッチャーのレベル想像するにあのイタリア打線で4点を取れるかっていうとちょっと難しいんですよね。まあ同点ぐらいまでの打力でしたから、まあ3点取って3点取られてもどっかで1点を取るでしょうから、まあその3点のホームランが出た瞬間に、まあ僕らのね、まあこの間から言ってるけど、僕らのな、僕も私の中でのゲームは終了してるんですけど、という見方で試合を見るわけですけど、まあそれが9対3になったっていうことを考えると、まあイタリアのピッチャー陣も後半は粘ったなっていう感じのゲームでしたね。準決勝の相手がメキシコっていうことになったので、当初の予想よりちょっと違うと思いますね。まあベネズエラとかドミニカとか出てくる可能性があると思ってたのがメキシコですから、メキシコの戦の相手の陣容を見ると、まあほとんどメジャーですよね。で、たまたま昨日その順位が決まって、メキシコでやることが決まってから割と各テレビ局がメキシコをできるだけその情報をテレビでこうやってくれるようになって、それを見てるんですけど、そうですね、ピッチャーのレベルは日本のが上ですね。日本のがちょっと上です。揃ってるメンバーの力と力量としては多分日本が上でしょうね。ただ打力は、長打力という点ではちょっと日本より上回るかなっていうふうに感じました。ですから、まあ、よく言うメキシコの打線対日本のピッチャー陣っていう戦いなんじゃないかなっていうような感じが今してますね。ですから、まあ、佐々木君が先発するんでしょうから、多分、キャッチャーは甲斐さんでしょうね、きっとね。で、行くと思いますね。その時に、まあ、一番有効なボールは、落ちるボールが有効である。これはもう、当然向こうにあまりフォークボールっていうのを投げる。通信投げる人いっぱいいますけど、フォークボール投げる人はほとんどいませんから、それは通常でしょうけど、例えば60球全部フォークっていうのにいかないので、ね、いかないのでね。大体配分としては、50-50 ぐらいにすると思いますね。1球フォーク、1球ストレートっていう。で、佐々木君のそのストレートが160キロ越すというストレートは、メキシコの人たちにとってはかなり速くはない。速い方ですけど、かなり速くはないと思いますね。それは、160何キロが遅いという意味で言ってるんではなくて、佐々木さんのストレートの、なんて言うんでしょう、回転というものが、バッターから見ると、160何キロを越しているものすごい速いストレートには感じないというんですね。だから160キロを越しているいつも通常自分たちが打っているピッチャーの、まあ、ちょっといいボールだけど、そのフォークボール以外は空振りするボールではないというところがちょっとこう引っかかるところですね。私たちは引っかかるというのは非常に、引っかかるイコールの意味は怖いという意味ですね。ちょっと怖さが、ストレートが外から入ってきたりしたときに一発パーンと打たれたら、ちょっとそこら辺にランナーがいたらちょっと点数入るかなっていう予想で見ております。するとポイントっていうのは佐々木投手のがいかに抑えられるかっていうところに、はい、もちろんそういうことになりますが、問題は
日本の佐々木投手の前のその向こうのピッチャーがその今日本が持ってる情報で僕はまあほとんどの局 見ましたけど、向こうのその一番下級のピッチャーの全部投球がわからないので、そのピッチャーが誰が先発をして、そのピッチャーがですね、まあ一説には大谷君と一緒にやってる、去年6勝9敗かなんかのピッチャーが投げるっていう話で、防御率が 2.91 だったかな、ぐらいのピッチャーが投げるっていう話なんですけど、まあその辺が多分6回、7回投げないでしょうから、多分一回りぐらい投げて、次のピッチャーが出てくると思うんですよね。向こうも決勝行かなきゃいけないので、そういう使い方すると思うんです。だからその辺のレベルのピッチャーが先発するんですけど、これがナンバーワンなのか、次に出てくる人がナンバーワンなのかわからないっていうところが、ちょっと、まあ、日本のピッチャーは全部わかってますけどね、力わかってますけど、向こうのピッチャーの力がわからないので、はて何点取れるんだろうなっていう。で、こっちはもしかすると今、ね、ポコンと、ランナーフォアボール、あれエラーでポコンっていうのは2点っていうのがあるので、あるって、佐々木君が打たれるということじゃなくて、あり得る状況ですね。エラー、ランナー、フォアボール、ポコンっていうのは、2点っていうのがあるので、例えば、4回、5回目までに失点っていうのがあるので、その時にこっちが相手のピッチャーから何点取れてるんだよっていう話だと思うんですよね。じゃあ最初の方の1回から、まあ1巡目の中で、少なくとも1、2点取れたら、ちょっと勝機はあるかな。そうだと思いますね。だから、多分、甲斐さんと佐々木さんがどう考えるかっていうと、1回から3回目多分、さっきフォークボールとストレート五分五分って言いましたけど、7割ぐらいフォーク投げる可能性ありますよね。まあ、ストレートは見せ玉にしてフォークを投げていくと。まあ、3回まで一巡するまでは無失点でいきたいっていう、多分考えるでしょうから、そうするとフォークボールをかなり増やすと思いますね。で、それを向こうがブルブル振るかどうかなんですよ。まあ、向こうもフォークボールいっぱい来るの分かってますから、どういったってストライクにも見えるわけで、ど真ん中に見えるわけで、振らないわけはないんですけど、どの辺までそれを向こうが我慢するかっていう、向こう側の我慢と、こっちが向こうの先発ないし2番手に5回までに何て取れるかっていう勝負になるので、結構シビアな、今まで日本が経験してないこう接戦に5回までなるんじゃないかと思いますね。下手して0-0でいくと怖いと思ってるんですよね。0-0 でいった場合は、結構やっぱ球数ギリギリまで佐々木選手を引っ張るっていう方法なんですか？ただね、まあ一巡はフォークでこういけるでしょうけど、フォークボールをやっぱり5回まで7割ぐらいもし投げたとすると、まあ5回までなのか3回なのか分かんないんですけど、やっぱりフォークボールって落ち方が少し悪くなってストレートも遅くなるんですよ。ストレートフォークのピッチャーでフォークボールをすごく増やすときに、だいたい5回6回に必ず球威が落ちて、球威が落ちるとフォークボールっていうのは、普通の速さでフォークは振るんですけど、そのストレートの速さがちょっと3、4キロ落ちるとフォークボールが止まるようになるんですよ。ポイントを、ストレートのポイントを、ここで打ってたものを、ボールが遅くなりますから、ここまで待てるようになっちゃうんですね。わかります？こっちから投げてきたんですね。こっちからですね、ここでストライクボールを見極めて、ストレートだって言ってフォークが落ちてるんですけど、このボールが、ストレートが遅くなると、ここまで待てるようになるんですよ。ここまで待つと、こう来て落ちた時にフォークボールをやめるようになるんですよ。そうすると、フォークだけで投げてる、中心にやってると、なぜ5回、6回捕まるかっていうと、それが起きてくるんで、フォークボール振らなくなるんで、今度ストライクを取るのをストレートで取りに行かなきゃいけないんですよ。で、そのボールがもう落ちてますから、スピードが。それをガツンとやられるっていうケースが出てくるんですね。そこでもコントロールがあるとやれるんですけど、まあ、佐々木君のコントロールがないわけじゃないですけど、まあコントロールはある方ですけど、すごくいいというピッチャーではないので、そこの怖さが一つ秘めているというふうな判断で、多分試合を見ると思います。僕はね。僕はですよ。皆さん勝手にじゃない。いろいろな見方があるでしょうから、それぞれの見方で見ていただいていいですが、僕はそういう観点で頭から見ようと思っています。うん。その佐々木選手の後に投げるピッチャーって誰を予想しますか？まあ一番いいのはあれでしょうね、今のところは左の今永でしょうね。今永さんが一番安定してるでしょうね、多分と僕は思いますけど、2番手はね。で、そこの間に宇田川さんとか絡めるかっていうことでしょうね。まあ佐々木投手が5回6回前投げてくれれば勝ちゲームになるでしょうけどね。6回目で全部もし行ったら、ね、6回目って7回宇田川さん投げてるし、8、9って、まあ、8回で今永さん投げて、9回は
一番安定して高橋さんが投げるかもしれないからね。そうすると勝ちゲームですよね。大勢さんがいます。今回のボールの行き方だと大勢さんちょっと怖いんですよね。ちょっとボール行ってないので、僕の目からはね、高橋さんの方がちょっとボール行ってるので、まあ、完璧にどうしても組むとしたら今の調子で言うとそういう感じになりますけど、問題は佐々木さんが何回まで投げれるかっていう、ゼロでね、ゼロで、ポコンがなければね、行くでしょうから。そこのその4回5回に球威が少し落ちたときに、なかなかのバッターいますからね、どうも見るとね。1個キーポイントで見ておくのは、やっぱ4回5回。まあ一番言ったら佐々木さんが、ストレートとフォーク書いといてもいいですけど、どのぐらい投げてるかっていうことですよ。ああ、なるほど。うん、五分五分で投げれて抑えられるんだったらいけると思いますよ。まあ、6割4割とか7-3になっちゃって、フォークが多かったらちょっと怖いっていう。5回ぐらいちょっと怖いぞっていうふうに思っていただいたらいいかなと。見方としては。見てて、フォークが結構多いねって言って、打ち取ってるけどっていう感じだと、ちょっと二回り目が若干その恐れがあるかなと思って見ますけど、僕はね。ありがとうございます、はい、あとは気になる村上選手の、まあ、状態だったりとか打順っていうところなんですけど、その辺はどうですか。イタリア戦では2本、そうですね、いい当たり打ちましたからね。まあこの感じと5番にするんでしょうね。4番はやっぱり吉田さんにして、5番村上さんにするでしょうけど、岡本さんもいいところ打ってるんで、まあ、6番起用ってのもあるかなと思うけど、打順を落とすとやっぱりちょっと振動的に、気持ち的に4番で、三冠王で4番でしたからね、それが打てないんで5番に落ちてるわけですから、6分まで下げちゃうのはどうなんだろうっていう、きついかなっていう気持ち的にね、感じがしますね。だから、やっぱ5番にして6番を岡本さんにするでしょうね、きっと。左が、まあ、並んでる打線じゃないですか、日本って。うん。そこはあんまり気にしなくても。これは前に申し上げたんですけど、左ピッチャーを気にする左バッターじゃないので、みんな、右も左もあんまり関係ないバッターが揃ってるんで、それは気にしなくていいと思いますね。それと今回のちょっとしか見てないんでね、何とも言えないんですけど、メキシコの先発ピッチャーは左なんですけど、左ピッチャーがその、韓国の最初に先発してすごく動かなかったっていう、はい、まあ、2回途中まで完璧に抑えたほどのキレじゃないんですよ。カーブは大きいですけど、そんなにすごいっていうふうに僕は見えてないので、ただ分かんないんですよね。調子悪い時の映像を見てるかもしれないから。ただ、大谷さんが投げてるボールで15勝6敗だったでしょ、去年。で、そのピッチャーは6勝9敗ですよね。2番目ですよ、大谷君、確かね。同じエンジェルスって。で、それを考えると、防御率 2.91 はすごいけど、ということはあんまりホームランを打たれないピッチャーなのかなと思いました。でも負け越してるわけですからね。大谷さんと比較したときに、そこまでのすごいピッチャーじゃないのかもしれないっていう判断はしますけどね。なんか三振がよく取れるピッチャー。ああ、そうですか、はい。だからなんかもしかしたらチェンジアップなんか持ってるかもね。うん、それはテレビで見えなかったんです。カーブとストレートだけしか映ってないんで、いろいろ見てみたんですけど、まあテレビでしか情報を得ることがない。まあ今だともういろんな YouTube とかなんかで見る方は見るんでしょうけど。ありがとうございます、はい。じゃあ、その辺がメキシコ戦のポイントになってそうですね。メキシコ結構強いと思いますね。競った時にどうするんだっていう。まだ焦ったゲームは1ゲームもないので、まあ焦ったっていうか、韓国の3回だけですからね。フォアボール2個でもそれでスッとしましたから、そういうゲームになりそうな気がするので、うわぁ、そっからどうなんだろうなって、みんな緊張し始めればいいなっていう思いますね。ありがとうございます、はい。皆さんにお知らせでございます。こちらでございますが、巨人論っていうこの本がですね、4月6日発売されますが、先行して Amazon でも予約を取らせていただいてますので、ぜひ読んでいただいたらいいと思います。いろんな今まで語ってきたようなこととか、秘密などいろいろ入っておりますので、ぜひですね、先行で予約を受け付けておりますので、ぜひ買っていただけたらと思います。すごいですね、タイトルが。巨人論ですから。もちろん巨人論みたいなことですね。ぜひ読んでいただけたらと思います。動画の概要欄にも載っておりますので、ぜひお願いできればありがたいと思います。巨人論。もちろん巨人論。よろしくお願いします。